はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。ソンソンズアカデミー。えー、今日はですね、えー、ハイデガーの哲学、えー、存在への根源的な問いということでお送りしたいと思います。お願いします。お願いします。いつも通り、ソンソンと横ちゃんでお送りします。はい、お願いします。今日は、えー、ハイデガーの哲学について、えー、前期の存在と時間を中心にですね、えー 中期から後期の思想もちょっとだけ触れる形で、えー、簡単に解説したいと思います。<laughs> えー、参考図書は、轟隆夫先生のですね、ハイデガーの哲学、存在と時間から後期の施策までを中心に、えー、あと中政雅樹先生のですね、えー、新書も少し参考にして、えー、解説をしています。で、えー、マルティン・ハイデガーさんなんですけども、えーまあ、100約100年前の人ということで、 えー「存在と時間」というこの手帳、えー、もですね、1927年ですから、まあ、本当に約100年前ですね、えー、時期としてはちょうど第一次大戦後ですね、えー、第二次大戦が起きるまでの、えー、時期に書かれた、えー、書籍ですね。 もともと神学ですね、神の学問を研究していた方、神学から出発していてですね、でその後あのフッサールとかの現象学を学んで、そこからまあ強い影響を受けて、この存在と時間を書いたと言われていますね。あとは、ライプニッツとか、カント、ヘーゲルのなどのドイツ観念論とかですね、あと、実存哲学のキエルケ・ゴール、ニーチェにも強い影響を受けています。 でもう一つ大きな特徴としてはあの古代ギリシャ哲学の解釈ですね、えー、その辺もすごくあの独自の、えー、解釈を通じてですねこの「存在論哲学を展開しているというととこころですねでこの存在とは何か」という問いを中心として、えーまあ、存在論的解釈学によって、まあ、伝統的な形自情学の解体を試みた。 えー、そしてこの「存在の問い」ですね「ディ・ザイエンス・フラゲ」を新しく打ち立てたというですね、えー、人なんですね <laughs> まあ20世紀大陸哲学の潮流における最も重要な哲学者の一人とされています、えー、しかし、まあ、あの1930年代にですね、えー、ナチスに、えー、加担したということがですね、えー、度々論争を起こしていましていま、えー、だにですね、えー、大きな あのまあ、このことがですね、えーまあ、どういうふうにこのハイデーガーをです、ね、位置づけるかということで大きな問題になっているというところですね。まあ、ちなみにこの1976年に亡くなられていますが、えー、私が生まれた年ですね、これは。誤解されている存在と時間ということで、あのハイデーガーの えーまあ、この「主張といわれる「存在と時間」ですねこれがやっぱり一番多く読まれているんですけども、まあ、実はですね「えー、存在と時間」だけを読んでそれが相手側の哲学のまあ中心だあのほとんどだっていうふうにすると、まあ、それは間違いだというふうにですね轟先生は書いてるんですね、まあ、このお「存在と時間」ではですね、えーまあ、この中心となる一番革新的な問いは「存在とは何かと」と いうことだったんですけども、えー、その存在とは何かを、まあえー、分析する上で、まず、えー、基,礎あの基礎哲学というか、えー、基礎存在論として、えー、この現存在と言われる人間の分析ですね、人間の存在の分析から始めたわけなんですけども、でそれが第1部、第2部で、まあ、その後その人間を離れたその存在一般についての議論が続くはずだったんですが、実は第1部で終わっていると。実はこれ未完の 本なんですね <laughs> なので、まあ、ほとんど現存在ですねの哲,哲学で終わっちゃってるので、まあ、結局ハイデガーの哲学ってこう人間学だよねとお人間としてどう生きるべきかみたいないわゆる人生哲学みたいな、まあ、それだよねみたいな誤解があるんですねでも、まあ、これは違うというふうに轟、まあ、先生は言ってますね <laughs>、えーまあ、この 第2部で展開されるはずだった、まあ、人間を経由しない形での存在の分析ですね。えー、これはあの中期後期の思想で別の書物でどんどん語られていまして、えー、そこも踏まえて実はこの存在と時間を解釈する必要があるというふうに、ね、言われています。まあ、ハイデガー全集のです、ね、8割以上が存在と時間以後の仕事なんですね。<laughs> でえー、とこののハイデガーの 哲学はですねもう全てがこの「存在とは何か」という問いをめぐって展開されているともう本当にこの一号に尽きるというところなんですねただこれってあの実は誤解されやすくて「あの存在とは何か」という問いと「存在者とは何か」っていう問いが混同されがちだっていうふうにまず言うんですねで「存在者」っていうのはまあ存在しているものですねえー、まあ私たちが いわゆるそのものとか、えー、そういうものをあの存在者っていうふうに言ってますまあドイツ語では財源ですっていうんですけども、まあ、それとその存在は違う在位ですね、えー、は違うというんですねで、えー、存在者とは何かっていう問いを突き詰めているのはまあ簡単に言えば私たちが今やっている自然科学みたいなものなんですけども、えーまあ、世界は は何かっていうのを考えるときに私たちはその宇宙とかですねあと素粒子物理学とかそういうのをこうどんどん探求していって、まあ、世界というのはこういう素粒子でこういうふうになりたっててみたいなそういうのをこう分析していってあ世界はこういうふうにできてるんだなとかビッグバンによって宇宙って始まってこうこうこうなったから、まあ、これで世界を解明できただろうって思ってるんですけどもそれってその存在者の分析に過ぎなくて、えー、そうじゃなくて存在って何 あるって何っていうことを突き詰めるのは実は全く科学はやってないんですね。で科学がやってないどころか、まあ、それは本来哲学の仕事なんですけどもお、まあ、プラトンアリストテレス以来のこの2000年以上の西洋哲学の歴史でも実はほとんどが「存在者とは何か」の問いに終始していて、まあ、存在自体への問いっていうのは実はずっと忘れ去られていたっていうのが、えーまあ、このハイデガーの <laughs> 指摘なんですねなのでそこをもう一回掘り下げてこの2,000年以上忘れ去られてきた存在とは何かそのものを問うその哲学をするんだっていうふうにハイデガーは言ってるわけなんですね。まあ、非常にこう壮大な哲学なんですけどもで、まあ、結論から言ってしまうと、えー、存在とはまあ時空間の正規であるというふうに言ってます。<laughs> でまあ <laughs> これはどういうことかっていうと、例えば鳥が飛んでいくことっていうのをですね、あのまあ、思い浮かべてもらうと、えーまあ、鳥という,う存在というのをですね、えー、私たちはあのただ鳥がそこにいる状態としてはですね、実はこう思い浮かべられなくて、えー、鳥というのをこう思い浮かべたときに、常に鳥が飛んでいる状態とか、えー、木に止まっている状態とか、 巣に帰って何か餌を子どもにやっている状態とかそういうような存在様態と一緒に思い浮かべるしかないわけですね。でこの鳥が飛,ぶ飛んでいるっていう事態もこれは実はその空間的な広がりと時間的な広がりを常に含む形でこの存在というのが現れるというふうに言っています。どういうことかっていうと鳥が飛んでいるっていうそういう事態はですね えー、どこから飛んできてどこへ飛んでいくのかっていうそういう,う、まあ、空間性ですね、えー、それから、えーまあ、どこからという過去から、えー、どこへという未来へっていうですねその時間的な広がりも常に、まあえーまあ、一緒に存在している一緒にこう、まあ、正規しているわけですねそういうふうにこういろんなものがこう連関して、えーまあ、現れるっていうのがその存在の特徴で えーまあ、そういうようなことをその存在っていうのはこう時空間の正規であるっていうふうにハイデガーは言っています。<laughs> でまあちょっと先ほどの繰り返しになるんですけども、まあ、伝統的な西洋哲学はまあ存在を全く問題にしなかったと。でこれをその存在忘却っていうふうにハイデガーは言っているんですね。<laughs> で、まあ、同様にその、まあ、存在者というとですね、えー、そういう動物みたいな鳥だけじゃなくて、えー、人間も存在者ですし あと、石とか、えー、それから、えー、ハンマー、金槌みたいな、まあ、道具みたいなものも全部存在者なわけですね。で、えー、まずそういうものをいろんな存在者の中で、まず人間というところにまず視点を据えて、えー、分析を始めたと。ただ、その時にあのハイデガーは人間を人間と呼ばないんですね。えー、現存在という、まあ、これはあの完全にハイデガーの造語なんですけども、まあ、ダーザイン っていうふうに言うんですけどもそういう用語で常に表現していきます。と <laughs> いうのはその人間って言っちゃった場合にあの、まあ、哲学でその、まあ、伝統的にはその人間から見たこう世界みたいな時に結局人間がこう意識とか主観とか主体っていったもので常に置き換えられて発想されちゃうのでそういう,こう意識とか主観っていうところから完全に離れて 人間とといいうう存在者を捉えるということで、でで新しいい用語で捉えているんですね、うんで。この時にその現、だですね。だっていうのはこうドイツ語でそこ、まあ、英語で言うと「ゼアとかそういうような、えーまあ、場所みたいなものを指すんですけども、まあ、そこにある存在っていう意味で現存在っていうふうに呼んでるんですが、まあ、この現存在っていう意味としては、まあ、場所によって規定された存在として人間を捉えようとする。 考え方なんですね <laughs> まあ人間というこの存在は常にこう、えー、現という場所にあるというところですね。まあ、存在っていうのはこう普遍的共通的なものじゃなくて、まあ、特定の場所に規定されているということなんですね。そういう意味ではあの存在っていうのは、まあ、ローカル性とか風土性を持つということなんです。<laughs> まあこれはあの、まあ、中高期のですね、えー フォルクというあのハイデガーの概念があるんですけども、まあ、それとも通じるもので、まあ、フォルクというのはドイツ語で民族とか、えーまあ、共同体とかそういうような概念なんですけども、まあ、そういう,こう実は風土、えー、性とか土着性とか、えー、その特定のこう場所性とかそういったものを非常に重視しているんですねハイデガーの考え方が。で このハイデガーのこう心理論ですね、えー、この心理、まあ、この存在と心理ってまたすごく関係するんですけども、<laughs> この心,心理というものは、えーまあ、西洋哲学の伝統ではこう、も、え、のー、と知性との合致っていうふうに考えられるんですね。で、その、えー、知性みたいな、まあ理性、理性みたいなもので、えー、捉えて、まあ 正しいいものみたいなんですねそういうのが真理というふうに考えられてたんですけどもそういうのはこう知性で捉えるものっていう考え方を一旦放棄して、えー、むしろ存在者が立ち現れるようなことを真理というふうに考えたんですけどもそれをそのギリシャ語でもですね真理というのはアレーテイヤというんですけどもこのアレーテイヤの意味は えー、こう物が、あのー、隠されているものがこう覆いがあの取り去られるみたいな、えー、意味があるんですね。えーまあ、その隠蔽されているものが、えー、取り去られると。そういう意味でこう非隠蔽性と、うん、フォア、ボルゲン、ハイ t というんですけども、このえーまあ、その何かこう覆いが取られて、えー、存在者がこう立ち現れる。 っていうようなものが真理だというふうに考えたわけなんですね。はい。ちょっと難しいですかね。うん、か最初からクライマックスみたいな感じ <laughs> <laughs> <laughs>、うん。この何でしょうね、このハイデガ独特のこの表現の仕方っていうのも分かりにくいようだけれど、でもさっき言ってたような 人間っていう風に言っちゃうと、もうちょっとこう、すでに今の考え方にちょっととらわれてしまうっていうところから、ちょっとそういう考えを一回取りさらおうっていうところから、こういう表現とかもいろいろ出てるんですね。なんか、心理とかも、ちょっとこう、僕たちが一般的に思ってる心理の考え方と、ちょっとこう捉え方ともちょっと違う感じですよね。なんかこの うん、そうですねあの、まあ、ハイデガーのお師匠さんのフッサールですね、現象学っていうのは何だったかっていうと、おまあ、デカルト以来の,その主観と客観がこう分かれたというか、まあ、デカルトがその我を思うゆえに我ありということで、えー、まずはそのこう意識としてのこう、えー、主体というか、 えー、そういうものから、えー、まずその世界を見ていくっていうそこでその、えー、主観がこう対象を捉える世界,、うん、世界の真理を捉えたりしていく時にその主観というこの、えー、意識が、まあ、世界という対象を捉えていくみたいな、うんえー、そういう図式になっちゃったんですよね。で、まあ、それはある意味こう成功して、まあ、その、えー、主観客観図式によって、まあ、そこからまあ科学も出てきたわけだし。 その存在者というものを対象として捉えていって分析するというのが科学の本質なので、えー、それはそれで成功したんだけどもフッサールの問いとしてはそ,のそういった主観・客観というものに分かれていったそ,その在り方自体がやっぱりこうあの今のちょっと科学のですね、えー、こうこう限定された世界の捉え方につながっているんじゃないか。 なので、えー、一回その事象そのものへ立ち戻ろうということで、えーまあ、その意識、あの主観っていう考え方をやめてですね、えー、思考性というあの、人間の意識っていうのはこう思考性という何かにこう向かうっていう特徴を持っていて、その思考性によってこう世界が開けてくる、事象、えー、現象が開けてくるっていうふうに考えたんですよね。<laughs> で そこにその非常にハイデガーはこう啓発されて、結局その存在者の存在そのものを捉えるときに、対象を捉えるという主観客観図式からやっぱり一回離れなきゃいけないということで、対象として存在を捉えるという考え方自体を放棄していったということがあるわけですね。でなんで人間を現存,在現存在と呼ぶのかということなんですけども、 えーまあ、そういう存在とか心理の捉え方が、まあ、ハイデガーにおいては全然違ってきてるわけなんですけども、まあ、こういった捉え方の変化っていうのは人間の在り方自体を変化させていくという特徴があるので、えー、人間ってやっぱり読んじゃうと今までの図式にの乗っちゃうんで、えー、新しい言葉で呼ぶということですね。でその時にこう人間っていうのはこう存在が正規する場であるっていうふうに考えていて。 えーまあ、そういう意味でその場という意味での言ですねダーというダ、えーザインというふうに読んだわけですね。あの人間をこう場として考えるっていうのは面白いですよね。これはあの西田鬼太郎もあの自己を絶対無の場所っていうふうに捉えたわけですけどもちょっとそれとも近い感じがありますけどもでその現存在としての人間っていうのはどういう本質を持つかというと。 存在を気遣い見守ることをその本質として持つっていうことなんですけどもこの気遣いっていうのはこの「存在と時間」という本の中でもかなり中心的な概念としてあの出てくる言葉ですねで見守るっていうのはあのこれはちょっと中高期の,あの発想が入ってるみたいなんですけどもお、まあ、人間は存在の牧人である、えー まあえっと見,ま、見守る存在であるというような、ですね、えー、そういうような、えー、発想ですね。でここで言う、そのだ、ですね、現、えー、あるいは場,場所っていうのは、何を指しているかっていうと、空間的な場所ではないんですね。まあ、我々各自が直面する現場、状況であるということなんですね。<laughs> で まあ人間の本質がですね、その属性によってではなくて、えー、自分にとって他なるもの、すなわち存在の正規のうちに見て取られているということを表しています。えー、どういうことかというと、おまあ、この現存在ということで人間の本質を捉えようとしてるんですけども、普通、人間の本質っていうと、人間とはこういうものであるとか、えー、こういう存在であるとか。 っていうようよなその属性です、ね、<laughs> によってこう定義しようとしがちなんですけども、まあ、そういうような属性による定義はハイデガーはしないと。おでこのお存在がですね正規する場であるっていう時にその存在って、まあ、存在者じゃないんですよね存在っていうものがこう立ち現れてくる場所が現,現存在人間であるっていうふうに言ってるので。 そ,このその時の存在っていろんな存在を含んでるんですね。なので、えー、自分にとってはその他なるもの、他者というか、えー、そういったものも含まれていて、えー、つまりこれ、えー、簡単に言うと、自分とはその他者を含んでるみたいな、まあ、意味になっているわけなんですね。うん <laughs> えー、そういったまあ存在のですね、世紀のうちに、 見てて取られいいるということですねこれはあの西洋哲学の伝統的な、まあ、理性を備えた動物という考え方からの転換なわけなんですけども、えーまあ、ハイデガーはあー、まあ、人間というのはですね存在に徴従するものっていうふうに言ってるんですけども先、えーまあ、存在を見守るっていうあの考え方 言葉も出しましたけども、それとこう似たような言葉なんですけども、えー、存在がその人間において立ち現れて、えー、で、この存在を見守るという意味で、本質的にこうあの人間というのはこう非常にローカルなものであると、風土的、地域的に限定されているというような、そういう人間観を持っているわけなんですね。まあ、人間というのはその場所だって言ってるんで、 そういういう場所的なもの、風土的、地域的に限定されるものというような、そういうようなものとして捉えているということなんですね。これはあれですね、さっき1つ前で言っていた存在というものは、その,そのもの別に共通のものじゃなくて場所に規定されているということがここに関わっているわけですよね。そううですねのの自分といももものも他のもの他 もう関わっている自分というものはあるんだっていうところもそ存在というものは共通のものじゃないんだよということと関わっているというふうな認識ですね。そうですね。なんかそれをこう確かにこう西洋哲学でなんかちょっとこう東洋哲学っぽさ なんか仏教哲学とかでもなんかそういうニュアンスの話とか出てくるかなと思うんですけど、なんかそんな感じがしますね。なんかその話を聞くととちょっと存在と時間の内容に入っていきます。まずあの、存在への問いというのがこの中心的なテーマなんですけども、えー、ここで轟隆夫先生はです、ね、一つの仮説を立てます。えー、このハイデガーの存在への問いというのは、 根源的な神性、神,神ですね、神聖への問いではないかという仮説を立てるんですね。で、あの存在と時間の中では神という言葉は出てきませんあの。直接的に神を論じているわけではないんですけども、読んでいるとかなりその宗教的な雰囲気というか、えーまあ、そういうのはやっぱ感じることができるんですね。えー、例えば、まあえー 両親とかですね、両親の呼び声とかですね、負、えー、い目とかですね、でその負い目っていう考えって、これってキリスト教の現在っていうやつですね、えー、とかなり近いんじゃないかみたいな感じもするし、まあ、その両親っていうのはあの、両親の呼び声っていうのは、まあ、これってこう、なんていうか、うん、内なる神からの呼びかけみたいなですね、えー っていうふうにも読めたりするし、あとその存在っていうもの自体が、あの、超越的なものっていうような捉え方もされていてですね、えー、結局まあ神に近いものというか、<laughs> あの存在っていう言葉が出てくるたびに、それをこう超越性、超越的なものとか、神、あるいは神的なものっていうふうに、ちょっと読み替えていくと、あなるほどって、ちょっと分かりやすくなる。 っていうのもあるんですねともとハイデガーはあのキリスト教神学からです、ね、こう始まってるとこもあってですねじゃあその、まあ、神という概念を用いずに、まあ、神に近いものですね神聖の本質みたいなものをこの存在というもので捉えていったんじゃないかというそういう仮説をここで一旦置くとですねちょっと分かりやすくなるよというそういう話ですね。<laughs> 新学生時代の神の本質とは何かという問いの延長線上にあったんじゃないか。で、えーまあ、現存在と存在との関係性みたいなものが、えー、ずっと問われていくんだけども、まあ、これって人間と神との関係性みたいなふうにも捉えることができるわけですね。で、存在と時間の中で、まあ、非常に中心的なテーマとして、本来性と非本来性っていうのがあります。で、 えー、本来性っていうのは、まあ、超越的なものとの関係を保っている性、えー、生,き生き方。<laughs> で、そこから、まあ、逃避するような生き方を非本来性っていうふうにですね、呼んでますね。で、えーまあ、この本来性からですね、えーまあ、こうちょっと離れてしまった状態、つまり非本来性の状態っていうのを いろんな言葉で言い換えてるんですけども、例えば後で出てくるような大落という考え方ですとか、あと世人、えー、ですね、ダスマンというですね、えー、そういうのは非本来性として捉えられていて、で私たちはその日常においてはですね、その非本来性のうちに生きている、えー、ダスマン、世人としてまあ大落した状態にある、えー、けどもその存在としっかり向き合うことによって、本来性を取り戻すことができる。 という,ふうに言ってるんですねでそれの,その一つの方法としてその、えー、死ですね私たちはいつか死にますけどもその死というものをしっかり捉えていく、まあ、それをその先駆的決意性とか言うんですけども、まあ、そういうのが本来的なあり方本来性だというふうに言ったりしてますねこの本来性と非本来性っていうのがずっと出てくるんですねでこれってその要は 神みたいな超越的なものにしっかり向き合う生き方とそうでない生き方っていうふうにも読み替えることができますよね。で、えー、じゃあなんでその神っていう言葉を直接出さなかったか、えー、ですね、えー。あるいはあの、ウッサールの現象学を受け継ぎながらそこからまあ離れていったんですけどもあの、それはなぜかというとですね。 フッサールの現象学をある意味批判してたんですね、ハイデガーは。でそれはなぜかというとお、フッサールの現象学は、まあ、その思考性っていう考え方ですね。私たちの意識がこうあるこう何者かへ常に向かうという,こう思考性ですね、矢印ですね、を持っていると。でその矢印がこう何者かに向かうときに、現象としてそれがこう現れてくるんですけども、 まあ意識の思考性によるその意味構成ですね意味が構成されていくようなものとして世界を見るわけですねえー、だけどその見方でいく限りは、まあ、存在、えー、あるいはこの神的なものですねの超越性っていうのが主観的意識の中での現象に解消されてしまうというか、まあ、結局それってこう主観としての意識が世界をどう捉えているかっていうふうな哲学になってるんじゃないのって。 でそれは結局そのデカルト以来の主観と客観の図式っていうのに収まっちゃってるんじゃないのという違反をしていたわけですね、はい、ハイデガーは。なので、もう、フッサールの現象学からも離れて、思、え、考、ー、性という考えも捨て,る捨てていくわけなんですね。<laughs> というような、はいはい、考え方があります。こ<の>超確かに超越性 超越的なものっていうのを捉え方すると確かにこの少しこう分かりやすくなってくるというのはそうですねこのなんか主観さっきも少し出てたその主観と客観の捉え方からこうではないものとしてもその超越的なものそのものをなんとか捉えていこうというような考え方ってことですよねここで出てるの。 そうですねそれの,その、まあ、伝統的な西洋哲学では刑事上学というのがその超越性を捉える哲学としてあって、まあ、それがそのプラトンとアリストテレスに始まっていたわけなんですけどもあのハイデガーはそのプラトンアリストテレスの刑事上学も中高期で,です、ねえー、批判的に捉えていく。 まあそ,れをそれを乗り越えようとするわけですね。<laughs> はい。存在と時間にということで、えー、でこの存在とは何かというものを、まあ、分析するにあたって、まずはその現存在、えー、人間ですね、を分析しようということになったわけです。まあ、それを基礎存在論というふうに呼ぶわけですけども、なんでこの人間の分析から始まるか。えーまあ、存在一般について、 考えるんだったら人間以外のものをどんどん考えてもいいんじゃないのっていうふうに思うわけなんですけども、えー、人間っていうのがその世界をですね、えー、こう存在というものを正規させる場所である、えー、やっぱり人間っていうのがこういろんなそういうもののこう結節点みたいになってるっていうふうには考えてたわけで、えー、まずそこから分析を始めてその後にそに人間を離れたです、ね、存在一般の分析に行こうというふうに考えてた わけけなんですけどもで、人間はその自分や他者のです、ね、存在についての、まあ、了解を持つという仕方で存在しているというふうに <laughs> あの、まあ、動物は存在とは何かという問いは多分発さないんですけども、えー、人間というのはですねその 自分とは何か、他者とは何かとかですね、えー、そういったこう存在についてですね、えーまあ、問いを立てたりとか、あるいはそれらについてですね、こう了解を持つ、えー、理解していると。まあ、ここでのその理解、了解というのはその、知的な理解とはちょっと全然違うものなんですけれども、えーまあ、そういう了解を持つという仕方で存在していると言いますでこの。それを存在、了解というんですけれども、 存在了解を持つということが人間存在の固有性をなすというふうに言うんですね。人間にはこう存在が与えられていて、存在が正規する場であるということがあるので、ここから分析を始めるというふうになります。で、もう一つあの有名な用語として、世界内存在というのがあるんですけども、これもわかるようで非常にわかりにくい言葉なんですけども、単純に考えると、 あるとあ,、まあ人間ってこう世界の中に存在しているあるいは、えー、現象学的に考えていってこの世界っていうのはこう人間の意識によって思考性によってその時世界が現れるからあ、まあ、そういったことを世界内存在って言ってるんだろうねみたいなふうに、えー、考えがちなんですけどもおもっともっと深い意味があるということなんですね、えー、まずこの世界内存在の中 ところにハイフンが入っているのがまたちょっと特徴なんですけども、えーまあ、ドイツ語で「in der Welt sein」ですね「Welt」っていうのが世界っていう意味なんですけどもこの世界内存在っていう時の世界っていうのは、えー、もちろん物理的な世界とは違う物理学的な世界とは違うわけですね、えーまあ、世界っていうのはもう存在者の存在とともに生起する時空間としての世界を表して あの意味しています、えー、どういうことかっていうとお、まあ、さっきちょっと鳥の例でも挙げたのとまあ同じなんですけども例えばそのハンマーですね <laughs>、えーまあ、そのハンマーがですね目の前にあるだけだとですねそれは単なるこう棒なんですけどもお、まあ、そのハンマーを私たちはですねこう使うっていう時に、えー、そのハンマーによってこう何か釘を打ち付けるで、えー、そのける 位置付けたまあ、今度は木材によってこう家を作るって、家が作られたらその中に私たちは住むとかですね、そういったこうあの目的から、最終的な目的から、その、えー、途中のものから、えー、で今の,その手,元手元にある道具としてのハンマーっていうのが全部連関して現れてくる。私たちはそのハンマーっていうもの,ものをです、ね、見るときに、えーまあ、手元にあるっていう状態にし,して、こう。 あの使うときにですね、そういったこう、連感性っていうのが全部一緒に立ち現れてくる、まあ、そういったその空間と時間の広がりがこう一緒にハンマーと一緒に現れてくる、えー、そういうときのおその連感全体を世界っていうふうに読んでるんですね。<laughs> で、えー、このあ後ろのこのない存在っていうんですことなんですけども、これもその世界の内側に、 人間があるよみたいな箱の中に人間入ってるよみたいな意味じゃない <laughs> ということなんですね、えー。それから現存在が世界を認識するということでもない。<laughs> あの結局その中に入ってるっていうふうに考えた時にあの、まあ、そういう,こう物理的な代償関係みたいな応接関係みたいなふうに考え単純に考える、まあ、これもちょっと違いますしあるいはその 現存在がこう世界を見たときに、私たちの周りにこう世界がパーッとこうやって立ち現れて、そのときに、現存在という主観が世界という対象を認識していて、その中にあるからない存在だよねっていう、そういう,こう認識図式でもないんですよ <laughs>。のこ,のここでいうない存在っていうのは、ちょっと次で説明する。 この状態とかですね、了解とか、語りっていうような、そういう容態をいろいろと伴ったその関係性みたいなものを表しているわけなんですけれども、そういったような、いろんなこうちょっとハイデガーなりの複雑な概念を含んだもの一つの言葉で表すと、世界内存在になるということなんですね。 なんかやっぱりないっていう言葉がどうしてもこう世界の中にいるっていうふうな風に捉えなんか自然にそう考えちゃいますよね何も言われなければ多分さっきからもちょっとこう出てるようなその主観客観とかこう僕たちが主観でこう捉えている,いるからあるんだとか世界っていうものは僕たちの外側にあってそれを捉えてるんだっていう形で 世界を捉えてるんじゃないってことですよね。言ってみたら。ね、存在と共にこう出てくる、正規してくるものなんだってこだから中、内とかじゃないってことですね。内と外とかじゃなくてっていう。だからこそ何でしょうね。なんかちょっとそういう意味でも、超越性とか超越的なって言ってたのも、なんかその知性とかでっていうんじゃない。 その心理のつかみ方っていうのは、やっぱなんかそういうところにも表現として表れている感じはしますね。ただまあなんかそこをまだ、そう言われてもなんかまだしっくりこう自分の中では、<laughs> 何かこう、やっぱりどうしても知性っていうか理性というか、なんかそういうのでこう捉えようとしてしまう自分がいるような感じもあったりで、うん、なかなか難しいとこですね、ここは。 存在と時間3ということで、でこのない存在というこの、えー、あり方なんですけども、まあ、状態と了解と語りっていう3つのキーワードが出るんですね。<laughs> でえー、これもね、すごく、まあ、面白いといえば面白いんですけども、<laughs> 分かりにくい <laughs> で、えー。まず状態から言うとですね、まあ、ドイツ語でベフィンドリヒカイトというんですけども、 えー、世界に対する関わり方としての気分っていうんですね。で、まあ、世界っていうのは、嫌やおうなく現存在に襲いかかってくる。これ、どういうことかっていうと、おまあ、さっきの,そのハンマーでいうとですね、えー、このハンマーをー、えー、使うということにおいて、こうハンマーに連関したさまざまなものがこう世界として現れてくるんですけども、その時に、この、 ハンマーだと道具なんで、私たちってそうやってこうあの周りに現れる存在者をこう自由自在に、えー、作ったりとかですね、操作できるって思いがちなんですけれども、実はそうやって立ち現れてきた世界の中でですね、私たちは実は自由がじそんなにないんですね。えー、というか、あの私たちが気づいたらその世界にこう生まれ落ちていて、 えー、で、そういったこうあの自由が利かないこう世界というものに投げ入れられているというふうに考えるんですね。まあ、それを非等性っていうんですけども、被害の日に投げる性ですね、えー。投げ入れられていること、まあ投げられ。投げ入れられているということがこの現存在のもう本質であるというふうに考えるんですけども、それは結局その まあ気づいたら、この世界にこうなんか嫌をなく襲いかかられているという、そういうような状態でもあるというふうに考えているわけなんですね。でその時に、えー、この世界がですねこの気分というものを伴っている、まあ、状態というのはまあ簡単に言うと気分みたいなものなんですけども、えー、気分というものがこうあるというんですね、えー、例えばまあ不安とか恐れみたいなもの。 ですけどもでただこの不安とか恐れっていう気分はあの心理学的なものとは全然違うっていうふうに言うんですね、えー、ここがちょっと難しいところなんですけども、まあ、存在論的な気分っていうんですねで、えーまあ、ちょっとここは我慢して聞いていただいて <laughs> でこの気分をか私たちがですね感じ取った時に世界に対して感じ取った時にこの気分がこの世界を開示する。 っていうふううふに言うんですねで、まあ、この状態気分というのは主観的感情ではなくて世界そのものの存在のありようを示すものだというふうに言っています。でえー、特徴的な2つの状態、えー、これ、恐れと不安というのを出しているわけなんですけども、えーまあ、存在と不安あ、存在と時間の本の中では恐れというものは えー、明確な対象を持つが不安というものは、まあ、対象を持たないまあ逆に言うとその無を対象とするっていうふうにも言われてる書かれてるんですね、えー、でそうなるとあこれって何か心理学的にもあの確かにこう恐怖症ってこう明確な対象があるものを恐怖症っていうふうに呼んで雲恐怖症とか、えー、広場恐怖症とかですね 不安っていうのは確かに明確に対象がないから不安っていうよねっていう心理学的な解釈のように見えるんですけどもあの実はそうじゃなくてですねこの,、えーまあ、このここでいう不安ってあのキ,ルキルケゴールの,あの哲学に大きく影響を受けてるんですねあのキルケゴールってかなり不安という概念を哲学的に深めた人なんですけどもその不安というものが対象がないつまり無を対象としてるってことは、まあ、例えばこの世界の無意味性とかですね、えー まあ、あるいはその突き止めることができない対象に対しての気分でそれがやっぱ超越性とか神にあ,のあるいはケルケゴールでいうとこう現在みたいなものにつながってるんですけども、まあ、そういったものを指している <laughs> なので、まあ、やっぱりちょっとキリスト教神学の考えを下敷きにして考えると考えやすいんですけども恐れと不安ということでいうと実はその不安の方が本来性本来的であると。 えー、不安というのはその、まあ、そういったこう超越者ですね、神のような超越者に向き合ったときに感じる気分であって、こっちの方が本来性であって、えー、そこからこう逃避したような、えー、ものが恐れであるというふうに考えているんですね。<laughs> という,う <laughs> まあ状態というのを、ね、あの考えます、ね。なのでその、不安というものは、 まあここで言うその存在論的な不安というものはその世界のありようと直結しているんだとで。その世界のありようというのはいわゆる存在そのもののありようを,、えー、を示しているんだということですね。<laughs> で2つ目の,その了解、まあ、フェアシュテインっという、まあ、このフェアシュテイン自体はドイツ語で普通に理解するという意味なんですけれども、まあ、大文字の,この独特な用語として使うときは、 えー、このハイデガー用語としての了解になるんですけどもこれはその存在と世界に対する現存在の関わり、えー、存在を構成する諸要素を分析化された形でかつ一体的に保持することもうかなりわけわかんなくなってきましたね <laughs> あのまあ簡単に言うとですね普通に理解了解っていうと やっぱりさっきの主観客観図式によってこの主観としての意識が対象をこう知的に理解するみたいなそういうような、えー、理解っていうのが普通の使い方ですよね。そうじゃなくて、えー、もう存在に対するこの現存在の関わり、えー、あるいはこの存在というものを一体的にこう保持する、えー、受け止めるみたいなですね えー、そういうようなあり方を了解というふうに呼んでます。あの単なるこう知,的な知的に理解するということとは全然違うということなんですね。で、3つ目の語り、例でっていうんですけども、おこれはこのお現、えー、これ世界ということですけども、世界の了解可能性の表明である。えー、つまりあの、まあ、さっきの状態と了解っていうのは、 まあこう一体のものとなってあ,のあるんですけどもつまりあの世界に対して気分を感じるっていうことはその世界存在そのものを了解するっていうことでもあるわけなんですねでこの状態を了解したっていう時にその時にその言葉を伴ってくるっていうんですねでこの言葉を発するのは誰かっていうとこれは人間じゃなくて 世界の方なんですね世界が語るっていうんですね、えー。世界が語りとして己を表明する際に、まあ、不可否的に音声や所持などの物質的形態をまとう。っていうふうに言ってるんですね。普通、僕らがその語りとか言語っていうときは、人間のその、まあ、こう、作り出したものっていうふうに、人間が発して人間が作ったものを言語とか語りって言いますよね。でも、ここの語りって全然違って、 面白い世界の方が己を開示してくるときに伴うそ,のそういう言葉だっていうんですね。さあどうでしょう <laughs> <laughs> 世界がっていうのがあれです。自分がこの状態とか気分っていうと自分が感じているようなものっていうようなイメージなのかそうじゃないということですね。気分が世界を なんか世界がその現れてるっていう表現の一つとしてこういう気分があったりとかってことですよね。でもね、本当分かりにくくて、僕もやっぱどうしてもよく分かんないなと思ってたんですけど、この轟先生の本読んでですね、あのやっぱりこ,これも全部キリスト教神学を下敷きにして、いわゆる神という超越的な存在をちょっと。 下敷きにしていると考えると、なんとなく分かってくるんですね。つまり、その神っていうものはまず人間ではもう捉えられないような超越的なものであって、でそれにしっかりこう私たちが向き合っていくときに、えーまあ、もうそれはこうなんていうか無限に近いというか、あのうん、そういうものとしてこう向き合うしかなくて、そのときに私たちはこう不安のような えー、なんか不気味さみたいなものを感じる、まあ不気味、不気味さっていう用語もね、存在と時間で出てくるんですけども、でそ,のそういった不気味さとか不安を感じることそのものが、えー、この存在を感じているっていうことで、えー、つまりそういう超越的なものを感じているっていうことで、その時にその存在とか世界っていうのが、私たちにこう開示されるっていうふうに考えるんですね。うん そう言われると、ちょっとこう、少し、さっきよりも、なんか、わかってくるような感じがありますね。不安っていうものを僕たちもこう感じているから、それは言ってみたら、そういう超越的なものがあるんだというような、こう、逆にそういうことを意味してるということですね。そういう意味で世界が開示されてるということですね。この状態そうですね。あらまあ それがその人間という現存在という場で立ち現れてくる、うん、わけですね。私たちの内側から感情が起こるというよりは、えー、その存在としての世界の方が、そういった気分、えー、状態っていうものを伴って、私たちに向かってその存在の意味を開示してくるみたいな、そういう、そういうイメージですね。 そういう意味ではやっぱり存在了解がある人間っていうのが場になるってこと。まあ、人間というか現存在がやっぱり場としてあるってことですね。あるというかま存在の場になるということですね。すねうん、他の動物じゃなくてっていうのはそこにもあるのかもしれないですね。うん、存在と時間の4ですね、えーで。もう一つキーワードとして気遣いっていうのがあるんですね。うん、で現存在 本質はまあ気遣い、ゾルゲって言うんですけども、まあ、気遣いであると。で、まあ、これがまたちょっと誤解を生みやすい用語なんですけどもあじゃあ現存在人間ってこう気遣いをするのが本質なんだねってだからやっぱりこう人間でケアとか他者を思いやるとか、えー、そういうのがやっぱ本質だよねあハイデガーって何かいいこと言ってるじゃんみたいなあのそういうふうに捉えられがちなんですよね。実際あの、えーまあ 看護学みたいなそのケアの理論でもですね、ハイデガーがちょっと応用されたりもしてですね、その他者への気遣いみたいな、えーまあ、私たちも医療従事者ですけども、まあ、患者さんへの気遣いというところで、ハイデガーの理論を応用できるよねみたいな、そういうようなちょっと安直な応用のされ方がするんですけども、まあ、轟先生曰くこの気遣いというのは、そういう、えー、他の存在者への気遣いではないと。 本質はですね、まあ、そういうところも含んでるけども、えー、むしろそれは本質じゃなくて存在に対する気遣いなんだと。存在者じゃなくて存在に対する気遣いなんだと。えー、で現存在というのは常にこの気遣いをせざるを得ないような状況に追い込まれているような存在であるということなんですね。で存在を気遣うというのは何か、えー、でここの表現がすごく面白いんですけども。 存在を気遣うっていうのは結局何かというと、存在にその固有性を発揮させること。でこの固有性っていうのも何回も出てくるキーワードで、結局現存在っていうのもお、まあそのお、その場において、場所ですね、その場においていろんな存在が立ち現れてくる、生起してくるような場所でしたよね。という意味ではもうお、固有性とか、えー、土着性とか、 そでまあそのギルケ・ゴールとかの実存哲学も人間一般じゃなくてこの私にとっての性、えー、とは何かっていうこの私この私性っていうのをずっと考えてきたそういう固有性っていうものが常にあのキーワードになるわけなんですけども <laughs> 存在にその固有性を発揮させること、えー、が存在を気遣うということである。 でこの時に、まあ、そのお存在というのは己の存在もそうですけども他なる存在もそうなんですね。えー、で、他なる存在に対してその固有性を発揮させるということはそれを優先させるということであってその可能性の発揮を妨げることなく己が制約を受けることを許容することということも意味しているわけなんですね。<laughs> まあこれはまあ普通にこう他者、 他者の何かやりたいことを優先させるっていうふうに考えるとまたちょっと誤解しちゃうんですけども、存在者じゃなくて存在に対してこう優先させることな,んでなので <laughs>、ちょっと存在者っていうのとはちょっと意味が違うんですけども、えー、ま結局これは現存在の気遣いのうちに、世界のうちに私たちがこう投げ入れられていること、つまりさっきの非等性ですね、と、えー、いうのが含まれているんだ。 非等性というのは結局はあの私たちはこう、うん、制約がある状態に置かれている、えー、ということですね。どうにもならないような状態に、えー、置かれているうということですね。えー、それがそのおお、まあ、一つ気遣いというもののうちにも含まれているということなんですね。で、えーまあ、非本来性としての退学。 と気遣いをですね、えーまあ、気遣いの本質はその存在との関係性を考えていくことなんですけどもこの単に存在者との関係っていうふうに解釈してしあのやり取りしてしまうとですねこれは非本来的だというふうに言うんですね <laughs> あの、まあ、さっき言ったような結局、まあ、人間ってですね実はこう、うん、日常性の中で 常にこう他,者を他者に対してこう気遣って生きているというか、えーまあ、結局、私たちがこう生きる中で、うん、このまあ競争的なこの世界の中で、えー、どうやったらこう、うん、他者あとのです、ね、こういい位置関係とか距離関係で過ごせるかとかですね、うまくやり過ごせるかとか。 えー、他人を傷つけないでいい感じで自分のやりたいこともやれるように生きれるかなとかそういうことをいつも気にして生きてるじゃないですか。でこれはむしろ貧本来的な退落した状態っていうふうに考えているんですね。これはその気遣いが存在者のレベルでとどまっているからなんですけども、うん、気遣いを存在に対する気遣いに変えていく。 でも分かりにくいですよね。その存在っていうのが何かっていうのはやっぱ分かんないのに存在との関係性って言ってるから分かりにくいんだけども、これをさっきのやっぱりその神とか超越者っていうのに置き換えていくとどうでしょうか。つまり、あの、単なる他の人間との気遣いとか関係性ばかりをお気にする生き方ではなくて、常にその,この人間という存在にとっての まあ一番こう深いところにある神とか超越性っていうものに対しての気遣いっていのをに向かっていくそれが本来的なあり方だっていうふうに考えるとあ確かにそっちの方が本来的かな。<laughs> であの、まあ、そういう意味でここではちょっとあんまり出してないですけど「良心」とか「良心の呼び声」っていう言葉とかもですね出してるわけなんですけども。 でそういうまあ、人間というのはあの現存在というのは普段ですね日常性の中ではそういった非本来性に退落している状態で、えー、生きていると。<laughs> で、えー、そういう人の状態をですね世人、ダスマンというふうに呼ぶんですね。これ人っていうふうにあのかっこつきの人っていうふうに翻訳される時もありますけども、まあ、世人という翻訳にしておきます。 まあえー、存在への気遣いを忘却して品を本来的に生きる人のことですね。でこう世人私たちは世人として生きている時は、えーえー、おしゃべりとかですね <laughs> おしゃべり、まあ、空断っていうようなあの翻訳もありますけども、えー、好奇心とかですねおしゃべりとか好奇心とか、えー、曖昧性っていううちに生きてしまうっていうようなことをです、ね、言ってます。<laughs> 存在と時間後なんですけども、えー、ここで言ってるその時間性とか、えー、時間性の地平っていうところは実は、えー、まあ存在と時間では完全に語られなかったことなんですけども、まあ、その第2部未完でその書かれるはずだった第2部としてですねテーマとして挙げられてたことで、えーま、中高期の、えー、議論からちょっと補って轟先生がですね 存在と時間がこう完結していたら、おそらくこういうことが言われてたんだろうというのが書かれています。で結局、存在と時間って言っているぐらいなので、まあ、非常にこう時間と関係するものであると、存在の本質がですね。で現存在というものも,も,のもその時間性を持つというふうに言っているんですね。時間自体はドイツ語で Zeit ですけども、まあ、あの存在と時間ってうんと Zeit なんですけども、時間性というのは Zeit 取引回 t と。 えー、いうわけですけども、この時間性の定義っていうのは、気遣いの存在論的意味。えー、難しいですね <laughs>、えーでえっと。気遣いっていうのは結局何だったかっていうと、存在が正規する現場所ですね。であるというあり方を、己の唯一の可能性として引き受けるということというのが気遣いであると。 他にこう他者とかに対して気持ちを向けるとかとは全然違うってことなんですけども、えー、気遣いっていうのは存在への気遣いでしたから、えー、その存在がこの現存在っていうこの場所においてですね、えー、立ち現れてきてるでその立ち現れてくるその存在としての世界っていうのはあのいろんな制約もあるっていう非等制っていうことで制約もあるっていう話でしたよね。 だけどそれが己の唯一の可能性であるということで引き受けるこれ決意性とも言うんですけどもそれこそが気遣いだと、うん、いうふうに言ってるんですね、まあ、なので、えー、気遣いの存在論的意味でこれがまあ時間性だというわけなんですけどもなんで時間性なのか、えー、でここにはその ハイデガーの,です、ねえー、この時間に対するこのユニークな考えがあるんですけども、まあ、時間というと普通、まあ、現在と、えー、過去と未来ですよね。<laughs> でえー、ただ、このハイデガーにおいてはです、ね、この未来、まあ、これあの格好付きの将来というんですけども、えー、の将来とその過去、えー、過去のことは機材というふうにゲベーセンと言います。あの将来は ツークンフトだったかなあの、まあ、これも全部ハイデガー用語で普通の過去とちょっと意味が違うから機材とかで、ね、特殊な用語を出しているんですけども、えー、まずこの将来の捉え方が、ね、違うんですねこの将来とは己に対してこうした諸可能性が到来するという現象を指していて、えー、これが時空間のうちにあるということを指しているんですね えー、つまりその将来って、えーまあ、これから未来ってこれから起こることだぐらいにして僕ら捉えるじゃないですかまだ現在は来てない、えーまあ、もっと向こうにあるものみたいなでそれに向かってなんか夢とかを持ってちょっとこう向かっていきたいなぐらいの, <laughs> あの考えだと思うんですけどもむしろこうあの可能性っていう言葉もあるんですけどもお、まあ、あの こういういろんなその可能性がこう到来するっていう時空間のうちにこう今に私たちの今に到来するっていうことを含んでるっていうですねえそこを将来として捉えているわけなんですねえまあそのさっきの決意性っていううちにはあの究極的にはその死というですねえまあそのあの自分たちのその本来性に立ち返らせるような死というものを をしっかり見つめて、えー、そのお制約性をちゃんと引き受ける、えー、それが、まあ、そ,そういう可能性もき自分に到来するという、これをお引き受けるということも含めて将来というふうに呼んでいるわけなんですね。えーまあ、この、えー、非等性ですね、制約があるという状態、非等性を引き受けること、先駆的覚悟ですね、えー、において、えー、将来とともにこの 機材としての過去も受容すると、あのまあ、この現在の,この制約性って過去ともつながっていて、あの過去が今の,この制約性、非等性を生んでいるとも言えるわけなんですけれども、そこを将来とともにです、ね、引き受けるということがです、ね、この時間性そういうそう、そういう全体を指して時間性というふうに呼んでいるとで。これがその 現存在のですねこのあり方、えー、と非常にこう深くつながっているということなんですね。<laughs> なので、えっと、時間性の地平としての世界なんですけどもこの時間性を分析していく時に将来機材性現在においてですね、えー、己の外にという構造を持つ、えー、こう常にこう自分をこう出していくう まあさっきの,その将来という考え方もそうですけども、まあ、死というものをこう見つめていくときに一旦この今の自分をの外に出るというようなえ状態そういう構造を持つとでこういう,こう己の外に出るという構造を脱自体エクスターゼっていうんですけども <laughs> この時間性の本質としてこの脱自体というのがあるとおで 脱自体っていうのはじゃあ自分を飛び出すわけなんで己の外に行くわけなんですけどこの行き先はどこかこれを地平的図式というふうに呼んでいまして、えー、で世界内存在っていうのはこの時間性の地平の統一として捉え直されるということなんですね世界内存在が時間性の地平の統一として捉え直されるっていうのはあのさっきの,あのちょっと前に言ってた 世界内存在っていうもの、まあ、現存在がな世界の中にあるわけじゃないよみたいな話のところで言ってた、世界っていうのが、まあ、その存在とともに、こう、正規する時空間っていう話出てたかなと思うんですけど、なんかそことつながる話ですかね、ここがなんか。この,世界の時間性そうですね、あの。うんうん 存在が正規するときに空間的な広がりと時間的な広がりを常に伴って現れるという話でしたので、えーまあ、その存在とか世界の捉え方にもすでにそういう時間的な広がりが含まれてるんですけども,も現存在のこの時間性においてはさらにこの先駆的覚悟という意味での将来の捉え方とか、うんえー、その非等性という制約がある状態 で将来とともにその過去を捉える捉え方とかっていうのが含まれていると。ああそういうニュアンスが含まれるって意味で時間性のの地平の統一として世界内存在が捉え直されるってことですね、うんはい、でこれは轟、まあ、先生の解説によると、まあ、西洋哲学の伝統ではその現在、まあ、未来とか過去に比べて現在の優位性っていうのがあの強調されてきたんだけども。 まあそれに対するこうアンチテーゼもあると、おその現在がすごく優位なわけでもないよというですね現在とともにですねこの将来、機材っていうそこもですね非常に重要なものとしてこの現存在の時間性を作ってるんだよということを言いたいとううそうですね。<っ> この辺のこの現在というものと将来、機材、まあ、過去というのが、その一般的にはこう右から左に流れていくようなものというんじゃなくて、なんか同じ、同時にあるような捉え方って、この過去にとりえずさっきもちょっとちらっと出てたその西田鬼太郎とかでも、そういう。 ま多分同じような考え方ではないんだろうけれどなんかちょっとなんか似たようなニュアンスあるような気もして、ど,どうなのまあなんかそんな、ちょっとこう、一般的な捉え方とはちょっと違うような感じもするなとこう、現在というところに将来と過去というものが一緒にあったりとか、まあ、なんか違った また別軸でそういう違うい違現在があるとか,なんかそういう感じなのかなとちょっとこう思ったりしましたね。現存在が現存在としての人間があのそういった将来に向かってこう祈祷っていうあのエント・ヴルフ、まあ、英語で言うとプロジェクトフランス語で言うとプロジェっていう言葉があるんですけど。うんうん あの常にその祈祷っていうものを、あのあ気筒えー、陶器か。祈、う、祷、んうん、だな。祈 <laughs> 祷というものをですね、うんえー。しながらこう、時間性を含みながらあの、えー、ある存在であるという言い方もされるんですね。その祈祷っていうあり方に、この時間性がですね、やっぱり時間性の考え方が含まれてるんですけども。 あのまあ、この祈祷っていう言葉に関しては例えばそのサルトルというまたちょっとあのフッサールとハイデガーに影響を受けて独自の実存哲学を作った人が非常に強調した言葉でこう人間っていうのはあの実存は本質に先立つというふうに言ってその、えーまあ、今の,その実存というやり方を受け入れて、えー、この自由に向かってこう人間っていうのはこうプロジェ あの祈祷してていいくっっここととが重要だみたいなことを言ったな言んですねでその時にはあのやっぱりこう人間ってこう生きるべきだとかこう生きることがこう自由に向かっていく、うん、良いやり方だみたいなやっぱちょっと人生哲学的な言葉で捉えられてるんだけどもあのハイデガーは実はそのサルトル嫌ってたっていうかサルトルのヒューマニズムと自分の哲学が全く関係ないって断言してる <laughs> あのバッサリ切り捨ててるんですけども。 あのそういう,こう未来に向かってんかこう自由にあの何かをこう、うん、あの主体的にやっていくっていうイメージではないみたいなんですねハイデガーの言う祈とっていうのはですね、えー、むしろこう制約性とかあのそういう人湯性っていうそっちの方を強調していてですね、えー、そういう中で秘湯、えー、性を引き受けつつ、まあ、先駆的に覚悟するみたいなですね えー、もうちょっと暗いイメージとら <laughs> われてるイメージだから世界内存在っていうのも、あのー、実はそういう,こうあの制約性とかですね秘性っていうものが強調された用語だとは思うんですね僕は。うん、どちらかというといろいろな制限制約のもとに自分はこう、まあ、将来過去飽き罪かあの えっと、からいろいろな制約を受けながらも生きているんだということを引き受けるっていうことですね。この気づく。その中でいろいろなまあ唯一の何かこう可能性っていうものを引き受けて、まあ、そこにこう向かって生きていくっていう,う、まあ、あえてそのハイデガーをまあ人間学的な捉え方するとしたらそういうっていうことですね。うん、そのどちらかというとちょっとこう。 暗いニュアンスののある感じで、まあ、その中でそ中覚悟す暗いっていう言葉を使っちゃいましたけどねあの例えばスピノザの自由の考え方もあの、うん、人間っていうのはこうあらゆる条件とか制約のものに置かれていてその中でこう自分のお、まあ、本来性を発揮するようなあり方というか、えー、そういうのを自由と呼んだわけでしたよねそれにもちょっと近いような。 ね、イメージが、ね、ありますけど、ね、でも確かにそれを、まあ、ある意味では暗いというふうに見えるかもしれないけれど逆に言うと何でもその全てに可能性があるって言われる方が何というか苦しい場面も、まあ、サルトルが多分そ,のそういう自由の権に処せられているというふうに表現したのもそういうことかもしれないのである意味ではもしかしたら その救いかもしれないですよね。その覚悟を、まあ、最終的に受けて、今、そのある可能性の中でやっていく本来性のとこ、本来的なところでやっていくっていうところは、ある意味でこう、救いなのかもしれないなとか、いろいろな考え方、捉え方ができますね。で、えっと、中期後期はですね、もう非常に深いので、さらっとだけ <laughs> え、触りだけちょっと。 紹介しますと1927年に「存在と時間」が刊行されたんですけども「存在と時間」以降ですねハイデガーはですね結構大きなあの考え方の,、まあ、あの変更があったというかあの、まあ、表現が大きく変わっていくんですねで一つはその「存在」から「存在者全体」という言葉遣いに、ね、変えていきますと、えー、いうのはその 存在と時間が、まあ、ある意味こう失敗だったとっいうふうに捉えてたみたいで、でなぜかというと、こう現存在という人間の分析から始めちゃった。で、人間の分析から始めてから存在一般に行こうとしたんだけども、人間の存在を起点としちゃったので、やっぱりそれってこう人間中心の主観・客観図式みたいなあの、存在を対象として捉えてしまうような図式に誤解されてしまう。えー 性があるっていうことに気づいた、えー、ハイデガーはですね、もう完全にそこから離れて、まあ、存在そのものの分析へとどんどん入っていくんですね。で、存在者全体、在縁です因眼前っていう言葉を中期ではよく使うようになります。で、これはその存在が現存在を取り巻く世界そのものの正規であることを強調するということで。えーまあ 古代あと古代ギリシャのです、ね、ピュシスですね、一般には自然と訳されますけども、対象としての、私たちが捉える対象としての自然ではなくて、えー、世界そのもののこうどんどん成長、バクストムといいますけども、こう成長してくるようなもの、私たちを圧倒してくるようなものとしてのピュシスっていう、そういう概念と接近していくんですね。うん、で、まあ、そのピュシ存在、あるいは存在者全体というものをそのピュシス、 うーとして捉えていくわけなんですけども、まあこ,れまあ、ここからさらにです、ね、この神聖、神の、えー、神聖という言葉とか超越というものをもう正面から語っていくようになる。まあ、存在と時間ではその神という言葉はほとんど使われなかったんだけども、中高期以降はその神聖というのをどんどん語っていくということになりますで、えーっと。このピュシスですね、えー、あの自然という概念も結構難しい概念なんですけども、 おまあ、そのどんどんこう自らこう成長してくるようなもの、うんえー、としてのです、ねえー、そのものにその存在あるいは存在者全体というものをです、ねえー、こう象徴的に見ていくわけなんですね。でえーまあ、普通こう自然というと私たちが自然というと何ていうか <laughs>、あのー、おある意味その 加工して操作できるようなものとしても捉えますよね。まあ、木材を切り出して家を作ったりとかね、えー、あるいはコントロールする、台風とか、ね、災害とか川,川が氾濫しないようにとかね、えーまあ、そういう操,操作するものとして捉えがちなんだけども、実はそれは本当の,そのピュシスの概念じゃなくて、ピュシスというのはもっと私たちをこう圧倒してくるもの、えー、圧倒的にもう あのさっきのその覆いかぶさってくるようなものっていうねそういうものとして捉えるそういう超越性として捉えるっていうことなんですねでそこにその存在者全体存在の本質がある、えー、というふうに見ていくわけなんですね。と <laughs> いうのは結局人間をこう経由しないで存在そのものを語ろうとする時にやっぱりその人間うーん現存在のさっきのねいろいろ状態とか了解とかっていう言葉を使ってる限りは 結局人間の意識を経由したものっていうふうにやっぱり誤解されちゃうので、まあ、そうじゃないよって何か言ってたんだけど世界そのものの気分が状態だよとか言ってたんだけどやっぱりそれって人間の意識を通して見ちゃってるんじゃないのっていうふうに誤解されちゃうのでもうそのピュシスという自然そのものっていう概念による説明とかに近づいていったっていうことなんですねで、まあ、ここにおいて、まあ、あのキリスト教神学の考えからも完全に離れたっていうふうに あの言われてます <laughs> でここでその芸術論の話がどんどん入ってくるんですね。で芸術ってなんかこう哲学者が芸術語るとちょっとそれってじゃ邪道じゃないのみたいなあのそういうイメージがあったらしいんですけどもあのむしろもう芸術というものにその存在の心理というものを見て,く見ていったわけなんですね。それとそのまた心的なものというのがつながっていると。で現存在というのはもう神的なものの正規の場であるというふうに考えた。 でえーまあ、詩人とかですね、その芸術家、うん、まあアーティストですね、そういったものの芸術作品にどんどんそういうものを見ていくわけなんですけども、例えばそのヘルダーリンっていう、ね、詩人がいますけども、これあの、中政先生の本だったかな、ではヘル、ヘルダリーンっていう、あの本当のドイツ語の発音だとヘルダリーン。 が正ししいからそっちで表記しますみたいなことは私が書いてあったけどもあのヘルダーリンの詩の分析とかをですねあのどんどん書いていくんですね、えー、でそこにその存在の本質があるザインの本質があるこの時はもうそのザインの、えー、と普通 SEIN なんだけど SEYN、えー、っていうふうにちょっと違う表記をしてて、また前期の言ってたザイン存在とは違うぜっていうことを強調して <laughs>、ちょっとまだ違う綴りにしちゃったりしてるんですけども、あとゴッホの靴の絵とかがあるんですけども、<laughs> ゴッホの靴の絵のその分析で、もうこの靴にはもうその真理が正規しているというような評価をしたりするんですね。えー、だからゴッホが描いているのは靴というその えなんか外形的なものじゃなくて、靴のそのものの真理をえ描いていて、このゴッホの靴の絵を見ることで、真理が正規している、その存在が現れているみたいなんですね。岡本太郎みたいになってきますけども、そういうような表現をしたりしているわけですね。現存在はその神との関わりにおいて初めて本来性を実現する、存在者全体があらわになる非隠蔽性に到達するというふうに。 まあここでもその非隠蔽性ですね、アレーテイヤ、えー、何か覆いが取っ払われる、えー、その存在の姿があ,あ,らわあらわになるという形での真理とか存在というふうに捉えていくということですね、えっと。存在という言葉をなぜ存在者全体というふうに置き換えていったかというと、おまあ、そのう存在を取り巻く、ですねいろんなその、まあ、連関したものがあるというふうにさっき説明した。 ししましたけどもその連環全体っていうものをやっぱりちゃんと表したいってことで、存在者全体って言葉に置き換えていったみたいですね。芸術が出てくるところ、ちょっとこう、面白いですよね。なんかそのさっきの何でした芸術の、あの、これちょっと邪道だっていうところも、確かあれですよね。えっ、ー、と、アリストテレスか何かは詩人のことをすごくこう、 あのあそれはねプラトンの国家ですねプラトンの国家の中であの詩人は追放すべきであるっていうふうにもプラトン言ってると <laughs> 哲学者詩人とかそういうのは嫌いだみたいな話がちょっとね紹介されてました、はい、なんかそれをちょっと思い出しましたあの,あのポストモダンとかになるとですねあの結構ドゥルーズとかも積極的に 芸術を語っていったりしますけども <laughs> まあう存在と時間っていう非常にこうなんか厳密に哲学を語るようなそういう哲学者があ芸術に行っちゃうかみたいな <laughs> ちょっとそういうイメージはあるかもしれないですよねでもやっぱりこの神聖とかその超越、まあ、このピュシスとかをもうそのまま語っていこうとした時にどうしても多分なんか言葉では表現できないようなもの その非言語的なところでないと表現できないっていうところにやっぱりどうしても行き着いっていったのかなってなんか感じますよね。絵、うん、とか詩の、うんまあ、言葉だけれど多分論理的にこう積み重ねていく言葉じゃない何かで表現しようとしてるって意味では絵と近いのかなって、まあ、芸術なんだろうなって確かに思いますよね。 まあこれはだからその <laughs> まあえ西,西洋哲学の,その刑事上学ですね、アリストテレス以来のです、ね、刑事上学がまあその知性とかえ理性的なものでその真理とかを捉えようとしてきた、まあ、それに対するもうアンチテーゼというか、そこさえも超えていこうというね、そういうようなえことであったわけですね。うん えー、1936年にハ、あのー、イデガーはですねこ,この年あたりからやっとその存在の本質をこう十分な言葉でですね表現できるようになったっていうふうに本人が言っていて、えーまあ、それを経「経歴展開」っていうんですけども、まあ、そ,その1936年以降を「期と呼ぶことが多いということで,で後期思想はですね、あのー まあ、ほとんど実は解説法がないと。えーうん、で、ハイデガー研究者でもかなり敬遠している。でなぜならあの、非常に言葉が難しい。で、もともとその存在と時間においても数々のこうハイデガー造語がいっぱい出てきたわけなんですけども、さらにもうその前期に使ってた言葉、ほとんど使わずに新しい造語がいっぱい出てくる。まあ、存在の真理とか、正気とかですね、えー、存在の明るみとか。 存在からの立ち去りとかねそういうあのまあこれ日本語で言うとまだ分かりやすく聞こえますけどなんかドイツ語でもまたそのオリジナル造語でバンバン出していくんでなんかあの哲学者たちももうちょっとハイデが本当ト好わけわからんみたいな感じになるらしくてで轟隆夫先生も当初はなんか初めの時はもうちょっともう読んでてちょっとこう本当に頭おかしくなるんじゃないかぐらいにこう <laughs> 難しかったって言ってるんですけども まあ、非常にそれを分かりやすくですね、説明してくれてるんですけども、後期思想はもう本当に存在への問いの到達点であると、真骨頂であると、でその存在の心理、まあ、さっき存在者全体って言われてた概念が存在の真理という言葉でまた、えー、置き換えられていきます。<laughs> なんで存在者全体という言葉を捨てたかっていうと、えーまあ、存在者全体という言葉でまたイメージされるものが非常にこうスタティックなもの、性的なもの、 えー、だからある存在者がいてその,その存在者にこうなんか連なってる連関しているいろんなその存在者の集まりみたいな風にこうにスタティックなイメージになっちゃうんでもっと実はダイナミックだとだから時間的にも動いてるしいろんなこう変生成変化しているっていうかそういうダイナミックなもの全体を実はイメージしたかったからもう存在者全体って言葉も捨てて存在の真理と。 呼ぶということになっているんですね。で、えー、そうですね、あここに書いてあるです、まあえー。存在の真理というのは、以前は存在の意味と呼んでいたものであって、えー、存在がまさに存在として現れ、現わになるという事態そのもの、その動的な出来事的な性格を強調した、つまりは時空間の世紀ということですね。<laughs> まあ特にその空間の広がりは存在者全体で言い表せるとしてもその時間の広がりとか時間によるその変化というところはそれ動的なことはなかなか言い表せないので存在の心理というふうに言い換えているわけなんですね。でもう一つ、この正気というね、あのー、これはあのエア・アイクニスというふうにえドイツ語で言うんですけども <laughs>。 この正,気まあ、正気という漢字自体はあの仏教用語の華厳教から,言教からの,中あの言葉をちょっと翻訳語として転用したらしいんですけどね、この正気というエアアイクニスという言葉をまた何で持ち出してきたか、もうこれはもう存在を語る時には西洋の伝統的学問地である大正について語るという、もうそのこと自体を放棄する必要があるので、もう正気と。だからもう 存在とは何かとか、存在を語るって言ったときに、もうすでに存在を対象として見ちゃってるじゃんと。だからその主観が客,客観としての対象を見て、それについて分析するっていう図式が、もう存在とは何かという問いにももう含まれちゃってるので、もうそれさえも使うのやめる。えー、正気という言葉で存在を捉えるっていうふうにもまた呼びかえていくと。えー、存在は対象的なものとして捉えることからの脱却ですね。<laughs> 存在はまあ正規、エアアイクニスとして正規する。つまり、存在が人間を捉え,捉えて、えー、そして出退するということ、えー。そうして現存在が己固有なものを獲得するということをこれで表しているということで、轟、えーまあ、先生の本にはこれ以外にもたくさん好奇思想の面白いことが書いてあったんですけれども、今日は時間の関係でこのぐらいしか紹介できません。はい こう執念を感じますよね。なんかこの存在というものに、ここまでずっとこう捉えられて、本当になんか、その問い、存在とは何かという問いそのものに、がもうすでに落ちてしまっている落とし穴みたいなところまで考えられるって、本当に何でしょうね本当に、本当に哲学者たるゆえんというか、もう、 現れてるような気がしましまたねなんかこうちょっとこう、そこまでいくとちょっと笑っちゃう感じのところもあるんですけど、でも言われてみたら確かにそうだなというような。うん、いやー、本当になんか確かに到達点って言われたらそのような気もしますよね。でもこれ、やっぱりあれなんですね、この時,時,、まあ、時とか空間、この時空間の正規っていうものは、やっぱり一貫してるんですね。この最初の時から 言ってたことをやっぱり何とかこうどう考えて、まあ、表現というかどう言葉にしていったらいいだろうかっていうところをもういろいろ試行錯誤していやこれだとちょっとどうかなとかっていうのをやってきてたってことですよね。これでも轟先生があの中高期まで理解してそこの解釈も交えて存在と時間をちょっと解説してくれてるんで。 一貫してて見えて分かりやすすい,っていうのがあるんですね、うん、だから存在と時間その単独の解説本だとやっぱりその時空間が生起する場としての現存在っていうそ,のそういう分かりやすい説明ってなかなかなくてなのでその時空間っていう言葉とかその場っていう説明っていうのはちょっと実は中高期の考え方を含んだ説明になってるんですねそう,そうですね。 そうかあ,あとその中期以降でその心的なものっていうものがこう、まあ、語られるようになるんだけども、まあ、そこをもう一回その補助線として存在と時間を見ていこうっていうやり方もちょっと中高期からえ少し振り返った存在と時間の見方になってるっていうのはあると思います。うん、そう考えるととやっぱり存在と時間はもちろんあの 名著、主張としては重要だけれども、それだけではハイデガーの哲学がわからないというか、もっとさらにそこから考えていったことが、まあ、存在と時間の中にもいろいろ含まれてはいたけれど、それだけではやっぱりわからないということですね。そうですね。だから、まあ、比較的その人間学として、ちょっとこう人生哲学に近いような、まあ、死をちゃんと 正面から捉えていって、うん、その死を覚悟することで人間のその今の人生がちょっと輝いて生き出るよみたいな <laughs> そういう読み方だけです拝出が終わっちゃったらもったいないしそれはもう非常にこう誤解した読み方だよっていうですねうんことだと思いますねはいということで今日もたっぷりとお送りしてきました <laughs> えー、ハイデガーの哲学ですね。はい。まあ、存在と時間も少しずつ読み進めてますけど、しっかり読んで、さらに後期の本も読めたらいいなと思ってます。はいじゃあ、もどうもどうもありがとうございました。<laughs> うん